皆さんこんにちは。こんにちは。今月のレムナント始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は久保先生が毎月発刊されている月刊レムナントから気になる記事をピックアップして先生に詳しく解説していただく番組です。はい、で先生このレムナントなんですけれども、はい、これ、まあ、今年の1月のですけどこういう雑誌を出してましたね、はい、聖書の教えを、分かりやすくいろんな角度から見て学んでいきましょうっていう雑誌でね、私たちの興味を持てるようなテーマから入っていってね、そして解説していますのでよろしくお願いします。あれですよね、キリスト教のことだけじゃないんですよね。そうですね、いろんな宗教、いろんな科学、いろんな経済、政治、また歴史、はい、いろいろ扱いたいなと思っています。はい、バイブルエンターテインメント雑誌なんですけれども、こちらから今月はそうですね、このじゃあイスラエル民族の歴史ということでね、はい、ちょっとイスラエル民族ってよく聞くと思うんですけれど、うん、どういう民族なのか、ユダヤ人は優秀だとかね、うん、よく聞くと思うんですけども、実際にそういう、まあ、歴史を歩んできた民族であると、いろいろねナチスの迫害とかね、うん、そういうのだけが有名かもしれませんけれど、実はユダヤ人の歴史、イスラエル民族の歴史というのは波乱万丈そのものですね、うん、これはすごいなと思うくらいです。こんな民族他にいるだろうかっていうようなね歴史を持っている人たちなんですよ、はい、でね、人間においてもいろいろね、もう生まれた時から裕福な家庭に育って、うん、何不自由なく暮らした人もいれば、うん、もう石貧洗うが如しっていうね境遇に生まれて苦労を重ねながらね滝木を背負って本を読みながらそういう人もいたでしょうし、はい、いろんな人間がいるように、実はねユダヤ民族、イスラエル民族っていうのはですね、うん、実は最初苦労ばっかりだったんですよ、うんうん、ものすごい苦労かで、そっからね、まあ、ものすごい大帝国を作り上げていった歴史があるんですけれど、もう民族として苦労してるっていう、うん、ちょっと日本人はね想像がつかないですね、想像つかないですね。まあ、ユダヤ民族っていうと世界に離散してね、で国を持たなかったのが1900年間もあったとかね、そういうことを聞かされるからまだ大変だろうなという思いはあると思うんですけど、それ以前の歴史を見てみるとユダヤ民族ってね、中東一の大帝国を、大王国を築き上げた、ソロモン王の時代にね、そういうこともあった民族なんですよ。実はですね、聖書の歴史の大半は、まあ、イスラエル民族の歴史が書かれているんですけれど、うん、聖書っていうのはイスラエル民族の歴史とかユダヤ民族に、下ったいろんな預言者の言葉とか、うん、あと詩編とかね、啓示って言って神様からの教えとか、うん、そういうことなんかがいろいろ集まったのが聖書なんですけども、この聖書の歴史を見ると実は最初にアダムという人が作られて、はい、そして、まあ、人類の始祖始まりでありますけど、でアダムからアブラハムといって、はい、イスラエル民族の父祖までが約2000年なんですよ。2000年、うん、聖書文字通り系図を解釈すると2000年ぐらいなんです。でアブラハムからイエス・キリストの誕生までが約2000年なんですよ。2000年、ね、でイエス・キリストの誕生から現在までが約2000年なんですよ。2000年、2000年、2000年なんですよ。実はこの2000年っていうのはものすごく意味があるんですけれど、うん、まあ、ゲマトリア的にも意味があるんですけれど、はい、実は神の数字なんですね、2000年でね。聖書には、神はそれぞれいろんな民族を作り出して、うん、それぞれに時代を区分しっていう言葉を書いてるんですよ。区分し、区分する、時代、いろんな時代があるんだ、はい、区分してる。イスラエル民族の歴史を見ても最初ね区域時代って言ってね、うんうんうん、
苦しい奴隷時代があったんですよ。400年。もう奴隷時代、イスラエル民族の最初ってのはまあ大変、奴隷だもん。奴隷400年ですか？400年奴隷だったのよ。嫌だ。嫌でしょう。嫌だ。ねえ、日本の歴史見たってね、そこまで大変ではなかったからね。でもユダヤ民族ってのはそういうことを経験してるわけですよ。うん、でこれ400年あった。400年。その後にですね、今度はあの出エジプトってのがあるんですよ、はい、苦しい時代を通して、モーセって人が立てられて、で神の力を帯びて、そしてこう杖を持ってね、いろんな奇跡を行って、海を割れるやつですね、うん、そしてシナイ山というところで10回とかね、神の律法を与えられて、うん、でイスラエル民族を指導して、そしてカナンの地って言って、乳と蜜の流れる地っていうところに連れていくわけですよ、うん、でこの出エジプトっていうのはイスラエル民族の歴史においてはものすごく大きなことで、今でもあのユダヤ人は、春のですね、杉越の祭りっていうのを熱心に祝いますけど、その時にね、あの聖書の言葉を読んで、この400年間奴隷だったこと、そしてモーセという人が立てられて出エジプトをして、うん、そして、カナンの地に入っていった、そこは今のイスラエル共和国のところですけれど、うん、そういう時代があったんだってのことをね、うん、子供にあの覚えさせるんです。だからその祭りっていうのは子供にその歴史を覚えさせるための時なんですよ、うん、自分たちの民族の歴史ってことですね。民族の歴史ですね、うん、そういう苦難の中から贖い出してくださった、神を覚えるっていうね、うん、だから10回ってあるでしょ、10回、はい、ね、あの塔の戒め、石板に書かれてたっていう、うん、そう、あなた方はね、あの偶像を作ってはならないとか、はい、安息日を覚えなさい、殺してはならない、盗んではならないとか、あの10回っていうのはシナイ山でモーセが与えられたものですけれど、その10回にはね、全文があるんだよ。全文、全文、前にある。あ、前の文がある、うん、私はあなた方をエジプトから連れ出した神であるっていうのが全文なんですよ。そしてあなた方はって言って10回の言葉が始まるわけ、ね、だから10回っていうのはね、あの塔の戒めっていうのは、うん、その神が私たちをあの奴隷の時代から助け出してくださった神だっていうのが、あの基盤にあるわけ、元にあるわけ、うん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 、それが元になって、あ、この神の教えだから私たちは従っていこうっていう、それが10回なんですよ。はあ、うん、だからものすごくその奴隷から解放された民族であるっていうね、うんうん、だから聖書の中を見ると、あなた方はエジプトで奴隷だったんだから、あなた方は奴隷を虐げてはならないとかね、うんうん、それとか、あなた方はあのエジプトでは居留者、つまり外国人であったんだからね、あなた方の中にいる外国人を戒めて、あ、その、あの、虐げてはならないとか、うん、差別してはならないとか、そういう言葉が書いてある。だから全て僕らの、あ、そのイスラエル民族の歴史というのは、その奴隷時代と出エジプトっていうことがもう全部基盤にある、ね、で実は聖書っていうのは、あの僕たちは罪と滅びの奴隷だっていう思想があるんですよ。罪と全人類はね、罪と死の奴隷である、はい、全人類は、ね、全人類だから、アダム以来僕らの中に罪の性質っていうものが入って、はい、そして、僕らはね、実は何不自由なく生きてるように見えるかもしれないけど、うん、罪と死の奴隷、つまり僕らあの必ず死っていうものが来るわけでしょ。肉体が滅びてしまう、うん、そしてそういうだから人生に終わりがあるっていうことは全ての人にあるわけだよね、うん、だから罪と死の奴隷なんだっていうのがある。それから助けを出してくださるお方が実は聖書の神なんだということを言ってるわけですよ。
だからね、このイスラエル民族の歴史っていうのはものすごく深い関係があるってことね。だからイスラエル民族のことだけではないっていうことなんですね、うん、そう、全人類に関わってくる、関わってくることですよ、うん、だからその実はね、アブラハム、イサク、ヤコブっていうね、父祖たちの歴史が実はイスラエル民族の歴史に繰り返していくんです、うん、でそれが今度はね、教会時代にも繰り返していくんです。教会時代、教会時代ってまあキリスト教世界、西洋のキリスト教世界なんかにも繰り返してきます、はい、そしてさらに僕らのこの人生にもこう投影してみることができるっていうね、人が生まれてから死ぬまでのことですか、うん、そうそう、イスラエル民族の歴史を見ると一人の人間とのその人生とこう重ね合わせて見ることができるとかたくさん、はあ、うん、だから奴隷時代から解放されて、もう親がうるさいことから解放されてみたいな、そういうイメージ、ね、うん、そういうこともあるだろうし、うん、それからあとそういう、助け出された後にね、うん、今度はイスラエル民族ではサウルとかダビデとか、ソロモンっていう王様が、うん、3代の王様が現れるわけですけど、特にソロモンの時代にイスラエル民族は中東一の大王国を築き上げるわけ。エジプトあたりからメソポタミア、あと今のパレスチナと呼ばれたあたり、中近東のあたり ほぼ全域、今日中近東と呼ばれるあたりね、ほぼ全域をソロモンが支配したんですよ、うん、だから当時世界一の王国を築き上げたと言っていいと思うんですけども、そうやって大発展するわけ、はい、ところがソロモンはその大発展の中でまあだんだん堕落しちゃったんだな、うん、それで罪を犯して、でソロモンの死後王国は分裂しちゃうわけ、うん、そしてその分裂したイスラエル王国っていうのは南ユダ王国っていうのと北イスラエル王国っていうのが2つに分かれるんですけど、はい、南ユダ王国には二部族、ユダ族とベニヤミン族がついて、残りの十部族は北イスラエル王国に分かれるんですよ。でその後ですね、そこで両方の、国でいろいろ罪が積み重ねられて、でどんどん堕落していっちゃったのね。で堕落した後に何があるかっていうと、神の裁きの時代が来るんですよ。時代を区分しっていうのは罪の時代もあって、その後今度審判の時代が来るんですよ。審判の時代に約200年間あるんですけども。200年ですか、うん、その中心は70年間だけど、区切りとしては大体200年ぐらいなんですよ。でだからそういう審判の時代、これ例えばアッスリア捕囚とか、はい、北イスラエル王国の十部族はアッスリア捕囚ってのがあって、まあ、その一部は日本に来たっていう説も紹介したと思いますけども、うん、あと南ユダ王国もバビロン捕囚ってのがあって、うん、バビロン帝国に侵略されて民の主だった人たちは連れてかれちゃうのね。で審判される。ところが審判で終わるわけじゃない。そこで200年経って今度は神の憐れみが注がれて、で人々もね、今までの僕ら の民族の歴史というのはとても罪深いものだったから神に立ち返ろうっつってね、でエズラっていう人が現れて、うん、そして神様の律法をもう一度みんなに説いて、でみんな涙を流して改心するわけです。そしてエルサレムに帰って、そこでエルサレムの都を建て直していく、城壁を建て直し神殿を作り、うんね、こうやって建て直していくわけ。そうすると神様の祝福が再び注がれていく。でそういうね、苦難の時代、それから、だんだん発展していく時代、そして大発展した王国の時代、それから分裂と罪の時代、それから審判の時代、それから回復の時代、それからそして次の2000年に入っていくっていうね、はあ、2000年間のその歴史っていうのはそういう時代区分があるわけ。え、いくつだ？4つ？5つ？うん、
こう、あ、そうですね。まあ、あの僕のあれではこう6つなんですけども、イスラエル民族では苦役時代っていうね、奴隷の時代が400年あって、その後モーセの出エジプトの時代があって、その後あのまだ王様はいないんだけど、あの父と蜜の流れる地、カナンの地で、いる未統一時代、まだあの国が統一されてない未統一時代というのがあって、それからサウルっていう王様が即位して、サウル、ダビデ、ソロモンという3代の王様がいる統一王国時代っていうのがあって、その後ソロモンが死んで王国が分裂して、今度再暗黒時代っていうんですけども、まあ分裂と罪の時代、それから今度捕囚審判時代っていって、あのバビロン捕囚とかアッスリア捕囚とか、あといろんな審判が下されていく時代があって、で今度はエズラ・ネヘミヤの宗教改革っていうのがあって、その後に、最終末世準備時代って言って、あのイエス・キリストの降誕を迎えるための400年間があるんですよ。でそれが2000年間の間にこう収まってるわけね、はい、だから2000年間がそういう6つの時代にこう分かれていくわけで、 そして次の時代、次の2000年間に入ってくる、でそういうねサイクル、歴史は繰り返していくっていうのが実は聖書を見るとはっきりあるんです。はっきりあるんです。長いスパンの、よく歴史は繰り返すって言うけれど、あのものすごくはっきり聖書の中にあります、うん、あのこれに気づくとこれからの時代はどういうふうになっていくかってことも分かってくるわけ。見えてきますね。で聖書の未来に対する予言も、うん、よく分かってくる、ね、だからこの歴史を知る、過去を知ると実は未来が分かるっていうところがあるので、過去の歴史なんかどうでもいいっていうふうに思ったらいけないっていうことですね。本当にね、聖書の歴史っていうのはね、教えられること多いですよ。特にイスラエル民族の歴史っていうのはね、例えばね、さっきあの、奴隷時代が400年もあったって言ったじゃないですか、ね、でその後ですね、モーセっていう人が現れたわけですけども、そのモーセっていう人ね、実はね、なんかこうひげもちゃでさ、よくあのなんか図、あの絵とか見るとね、おっかないおじさんみたいに思うかもしれませんけど、あの聖書を読んでみると、モーセほど柔和でね、温和でね、そういう人はこの地上に誰もいなかったって書いてるんだよ。聖書の中にですか？聖書の中に書いてるんだよ。だからものすごく、いや、あの柔らかい、あの温かい人だったって書いてるんだよね。怒ってる顔しか浮かばない感じですけどね。怒るときは怒っかなかったよ、ね、だけど普通の時はものすごくね、柔和なね、素晴らしい人だったって書いてるんだよな。やっぱそれはあの彼、モーセの人生見てもすごい人生で、実はあの、モーセはイスラエル人の家庭に生まれたんだけど、当時、エジプトにおいてはね、イスラエル人とは多産でね、子供どんどん産むもんだから、あのもうこんなにイスラエル人がエジプトで増えたら困るっつってね、あの2歳以下の子供は全部殺しまえっていう命令をエジプトの王が出したわけで、で、そうしてだからあのモーセが生まれた時にもう殺されたら困るってことで、なんとか生き延びられるようにしたいってことで、足で編んだあの船を作って、それに防水処理を施して、そこに赤ちゃんモーセを入れてナイル川に流して、ね、それでそれをね、うまくね、エジプトの王室 あの女性がね、見つけてくれるところにこううまく流したんで、そしたらね、エジプトの王女がね、見っけて、あら、なんて可愛い子なのって言ってね、それで、ね、あの王室に迎えられて、それであの育っていくんで、エジプト人として育てられる。それも神の導きなんだけども、でも、その彼の人生の中で自分は、ユダヤ人である、イスラエル人であるってことをモーセは、ま、あの物心ついた時に知るわけです。そして彼が40歳になった時に、なんとか
このイスラエル民族もみんな奴隷になってるわけだから、同胞が奴隷になってるわけだ。だから助けたい、なんとか助けたいと思ってね、で自分の人間的な思いでいろいろやるんだよ。でそこでね、お前そんなひどいこと やってるっていうことで、咎められて、で殺されそうになって、それでエジプトを出てくるんです。40年間エジプトにいたんだけど、エジプト出ちゃって、でミディアンのアラノっていうところに逃げる。でエジプト80歳で、モーセ80歳になるわけ。80歳、石川さん80歳になったら何をしますか。何をしますか。もう引退ですよ。もう引退でしょ。引退ですよ。引退でしょ。僕も80になったらね、もう働きたくないです。働く元気は多分なくなるだろうと思うんだよね。ところが80歳になって神はモーセを出エジプトのために使うんだよな。あれ80歳なんですか。80歳の時に命令を与えんだよ。モーセがね、羊飼いでいたんで、もう私の人生も終わりだ、ね、もう私は80歳、杖をつかないと歩けない、そういう人生になったら、もう頭は白髪、目も衰えてきた、ね、白髪もうひげも真っ白、そういう時にね、なんか山のところを見たら、ずっと燃え、なんか光が見えんだよ、火が見えんだよ、で何日経っても消えないんだよ。それであれを不思議だなって言って見に行くんだよ。たらそこは聖なる地である、あなたの足の靴を脱げっていう神の声が聞こえて、そこで恐れをののいて、もう顔を地に伏して、その時に神の声が聞こえて、私はあなたの先祖に現れた神であるっていうことで、そしてあなたをエジプトに使わす、あなたの同胞であるイスラエル人を助け出せっていう神の命令が来るわけ。そしてところが、こんな私に何ができるんですかって言うわけだよ。でも私があなたと共にいるんだ、私の言う通りにしなさいって言ってね。でそれを信じて、彼は今度はその80歳の後にだよ、エジプトに帰るんだよ、杖一本持って。神様結構厳しいですよね。厳しいけども、年より大事にしない感じですよ。だってもうだけどそのおかげで、モーセ120歳まで生きるんだよ、人間が生きられる最高の年齢まで生きるわけね。そういう人生を送るわけだよね。そのモーセの一人の人生を見ても、なんか神を知る人生ってすごいんだなっていうことを思わされるね。先生もじゃあここからわからないってことですよね。ある日突然現れて神様、ひょっとしたら、ひょっとする、そうです、受難期が始まるのでも、だからこれは誰、どの人の人生にも言えることで、神様知らなかったらありえないことが実は人生に起こる。モーセにとってもエジプトに再び帰るなんてのはね、考えてもみない、ありえないことだった。もうだって私はエジプトで殺されそうになったんだから、ね、帰るなんてありえない。しかも武器を持って帰るわけじゃなくて、ね、杖一本だよ。ほんで帰るんだよ。で王様の前に出て、私の民をエジプトから去らせようって言うんだよ。ないですよね。とんでもねえって言ってね、エジプトの王は言うわけだけども、でもエジプトのもう最後はね、もうイスラエルの人たちも早く行っちまえって言うわけだよ、ね、そのくらいもう大変なことがエジプトに起きていくわけ、神の力によってね、そういう歴史を持ったのがイスラエル民族だっていう。これはだから神様とに遭遇すると、神様を知っちゃうと、人生ってものすごいことになることがあるんだよっていうことね。ありえない、考えられない。僕の知ってる人たちも結構いますよ。考えられないこと、もう神様知ったら、それまでの貧乏な、ね、生活でね、神様知って頑張ったらね、8億のビルが池袋に建ったとか、ね、いきなりですか。いきなりじゃないけど、もうとにかく事業を成功させてくれて、そういうことを成功させてくれた。
そういう人がいますよ。だから神様を信じない時には考えられないことがね、起きるんだっていうね。あのイスラエル民族の歴史を見ると本当にそう思うね。それを知るためのこの歴史を知るっていうことが、そう、歴史は面白いですよ。そうですね、うん、ちょっとそういうことが聖書に全部書かれているんですもんね。言います。だから聖書っていうのは永遠のベストセラーなんだね。歴史から学ぶことが、先生もこれから何が起こるかわからないということで、そうです。はい、では月刊今月のレムナント、イスラエル民族の歴史でした。ありがとうございました。無限時でお届けしている久保先生の番組を4つご紹介させていただきます。月刊レムナント、この番組は久保先生が毎月発刊されている月刊レムナントから気になる記事をピックアップし、先生に解説していただく番組です。こちらは無料で YouTube の方で配信させていただいております。で、2つ目、こちらが教えて久保先生。この番組は私たちが素朴に疑問に思うあれこれを、聖書などをはじめさまざまな分野について、研究されている久保先生に独自の視点と見識で解説していただく番組です。で、こちらはメンバーシップ限定の番組となっております。3つ目、こちらが What's Bible?こちらの番組は聖書を敬遠しがちな日本人の私たちに、もっと身近に気軽に聖書を知ってもらおうという番組です。こちらもメンバーシップ限定の番組となっております。で、4つ目、こちらがタルムードで遊ぼう。こちらの番組はユダヤ人の成功哲学はタルムードにありと言われているほどの書物をもとに、タルムードの書物をもとにスタッフ視聴者でディスカッションをして、成功者のメンタルを身につけましょう、という番組です。で、こちらも、2ヶ月に1回偶数月にメンバーシップ限定でライブ配信をしております。こちらの4つの番組、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。